皆さんこんにちは。海外移住を応援するナンシーです。今日は2つ重大発表があるんですけれども、その前に少し告知をさせていただきます。11月16日に初めてのオフ会を開催するんですが、今25から30名様くらいの参加が決まっています。で、中には YouTube をやっていて日本人にインタビューしたい同僚がいたりとか、あとは私がたまたま最近投資の勉強を始めたからグッドタイミングだったんですけど、投資系 YouTuber のユーマさんとはたまにインスタの DM でやり取りをする YouTuber 仲間で、マレーシアに移住をされる前に私に DM をくださっていたうちの一人の方 で、今回サロンを、ね、開設されるっていうことで、移住後のお金の、ね、悩みを、ね、解決できるサロンを開設されて、私もそこに参加させていただくことになったんですけど、ちょっとこのタイミングでぜひ私の方でもオフ会をね開催するから来てくれませんかってお誘いしたところ、心よく OK ってことでオフ会にユーマさんが来てくださることになりました。で、私最近こういう ETF とか投資の本を Amazon で買って勉強してるんですけど、まだまだ全然知識がなくて、皆さんにお伝えできるような、もちろんこんな初心者の人がお伝えできるようなことはないんですけども、私も今後海外移住をした後のお金の、まあ、資産形成について発信はしないけども、自分がこう何かプラスになったことっていうのは皆さんにもお伝えできればいいなと思います。ということで、オフ会に参加される皆さん、当日は楽しみましょう。で、Amazon で買ったんですけど、日本の Amazon のアカウントをそのままね、マレーシアの住所に変えると、普通にマレーシアの住所に配送できるもの、できないものっていうのが出てきて、で、こういう ETF とかは、マレーシアでできるのかどうかってことさえわからなかったので、買って勉強したところで意味がないのかなって悩みつつも、でもちょっと、まあ、投資家の人に相談をしたら、ETF は勉強することには無駄にならないってことで、まあ、3冊ぐらい買いました。で、配送料が2000円ぐらいで、この1冊5500円なんで、配送料よりも本の方が安いんですけど、まあ、3冊買って2100円の配送料だったので、まあ、いいかなと思って勉強を始めました。ということで、やっぱりね、海外移住をしたっていうからには自分で、まあ、生計を立てたりとか資産形成をしていくっていう大きな、ね、メリットとかもあるし、もうこう横のつながりっていうのもどんどん広がっていくので、まあ、狭い世界なんですよね。いろんな方とつながれるのは、ね、海外移住の大きなメリットかなって思ってたりします。では早速重大発表その1ですね。これは10月1日から私の身に起きていることなんですけど、この事象っていうのは100人に1人というレベルでもなく10人に1人ぐらいの確率で起きるので、ぜひ参考にしてください。私10月1日ぐらいから脱税疑惑に遭っています。何が起きているんだろうって、もう原因さえわからない状態で確定申告をしたのにもかかわらず1300リンギットですね、 4,5 万円ぐらいの罰金ペナルティ追加徴税を払ってくださいっていうふうに税務署から言われてました。で、会社に問い合わせをしても3週間ぐらい返事がありませんでした。で、 OM の方が間に入ってくださって、やっと HR の人が動いてくれたっていう感じです。もしうちのプロジェクトの OM が優しい方、こんな風に優しい方じゃない感じだったら、未だに私は大変なことになってました。50万円の還付はなく、むしろ追加徴税1300リンギットを払わなきゃいけない感じだったと思います。だから現地採用で働くっていうのは、いかに周りの環境だったり周りの人、もう本当に人が大事ですね。自分の上司と同僚がどれだけ大事かって身に染みて感じました。それでですね、会社の返事としては、まあ、最初何が起きてるか分かんないって状態で、それで1週間ぐらいやっぱりさらにかかったんですけど、タックスナンバーが2つあることが判明しました。私は過去にですね、1年間ほどマレーシアで働いたことがあるので、もともとタックスナンバーはあったんですね。仮にこれを古いタックスナンバーと呼びます。で、新しいタックスナンバーがなぜか発行されているんですよ。これは再入国した時に発行されたっていう可能性が高いですけど、そこまでは分かってません。いつどこで誰が2つ目のタックスナンバー、新しい番号を発行したっていうのは分かってない。でも おそらく会社が発行しています。これ皆さんに起きるって伝えましたけど、会社を退職して転職するときって一時帰国する人も結構います。 60% くらいの人は一時帰国をして、新規のビザが発行された後に
マレーシアに再入国するっていう人たくさんいますよね。そのタイミングでタックスナンバーが2つ目作られていて、私みたいなことになる可能性もゼロじゃないんですよ。税務署の人もまあまあ適当で、なんで私がそんな追加徴税を払わなきゃいけないのかって謎だったんですね。2回ほど税務署行きましたけど、追い返される感じでした。会社がちゃんと調べてくれたから良かったんですけど、ちゃんと調べてくれるかどうかもわからない状態です。タックスナンバーが2つあって、旧と新、新しいものと古いものがあって、1つに合併っていうか、なんていうの、1つにできたから良かったんですけど、それはねすぐに終わりました。2、3日ぐらいで1つになりましたっていう風に返事は来ました。でもその後私やらなきゃいけないことがたくさん山積みで、こっからが大事っていうか、ここを何をしなきゃいけないかっていうのが意外に時間がかかってるんですけど、タックスナンバーが一つになったら解決っていうわけじゃなくて、その後 さらにですね、私がオンライン上で確定申告をまたやらなきゃいけないんですね。マイタックスっていうアプリで、まあ、アプリでもいいしウェブサイトもあるんですけど、そこからまたセルフでね確定申告をオンライン上でやるんですけど、ログインがなぜかできなかったんですよ。タックスナンバー一つになりましたよって来た後に、一応私税務署に行ってて、モントキアラの方の税務署に行ったんだけど、そこでもなんかいろいろなんか揉めて、結局その時やっぱり確定申告できずに窓口で、でもこれちょっと待てよ、オンラインでやらなきゃ窓口に行っても意味ないんじゃないかなっていう知識があったから、オンラインでやろうとしたらログインができなかったってことが判明したんですね。でログインができないっていうのも自分じゃ解決できないから、やっぱり窓口に行かないといけないと思って、で昨日やっと窓口に行ったんですよ。本当に近所にカンバスの近くに、カンバスっていうコンドミニアムの近くに税務署があってよかったなって思います。これがケールに住んでいたら、モントキアラの税務署までわざわざ行かないと多分普通に冷たくあしらわれてたはずだし、だからなんかいろいろいつも危険な目には遭うんですけど、トラブルに巻き込まれるんですけど、ギリギリ誰かの助けのおかげで救われている、もう大きな問題にならずに最小限に抑えられているなっていうところがありがたいところだったりします。で昨日窓口に行ったら、いつもと違う優しいお兄さんがそこのスタッフを担当していて、で僕に任せてよっていう感じで、僕は名前こういう名前だから次回も僕に頼っていいよみたいな感じだったんですよ。でその場でログインできて、そこまでは良かったんですけど、実はまあその先週ね、モントキアラの自分のオリジナルの管轄している税務署で言われたことがあって、イミグレーションも行かなきゃいけないことになってるんですね。皆さん最近旅行している方だと分かると思うんですけど、出国と入国のゲートって自動化されていて、スタンプを押されないことってありますよね。確定申告の時になんかスタンプ押されてないパスポートだとちょっとめんどくさいみたいで、私去年の6月から12月までマレーシアにいたんですけど、その間に4カ所海外に行ってるんですよ。これってね、4カ所って多いように感じるかもしれないんですけど、結構普通なんですよね。みんな毎月のように海外旅行してます。でね、台湾から戻ってきた時のマレーシアに入国戻りましたっていうスタンプがなかったんですよ。それが原因でイミグレーションでその証明書をもらってくださいって言われたんですね。先週モントキアラにいたんですけど、ハタマスにイミグレーションがあるからって言われて、5時に閉まるんですけど、4時40分ぐらいに駆け込んだんですよ、ハタマス あのイミグレーションに。そしたらもう本当にめんどくさいね、なんか日本よりアナログなんじゃないかっていうぐらいめんどくさいんですけど、その場ですぐ発行してくれると思いきや、なんか手書きで自分で用意しなきゃいけない用紙があって、そもそもそれ、そこのハタマスのイミグレーションで用意してくれてればさ、私は名前を書くだけでいいとか言うわけじゃなくて、自分でもうゼロから紙の用紙をね、申請用紙を用意しろって言われたんですよ。その日中に発行してもらえるのかと思いきや、全然発行してもらえなくて、でプトラジャーにも一応ね、イミグレーションがあるって知ってたっていうか教えてくれたので、で昨日税務署に朝行った後に、その足でそのままグラブに乗ってプトラジャーのイミグレーションまで行ったんですね。そしたらすんごい激混みで、もう本当にたくさん人がいたんですけど、結構すぐにスムーズに呼ばれて、案の定昨日のうちには発行してくれなかったから、やっぱりめんどくさいなって思ったんですけど、1週間後にまた取りに来てって言われたんですね。
本当に面倒くさくて、オンラインで確定申告をやって、さらにそのイミグレーションで来週必要な書類を集めて、初めて税務署にまた行って確定申告が終了するんですよ。で、還付されるのはおそらく半年以内っていう感じです。これをね、もしね、オリジナルのね、私の管轄のモントキアラの税務署で窓口に行ってやれば早いんですよ。2週間後ぐらいには早ければ還付されるかもしれないんですけど、昨日そのカンバスの近くの税務署のお兄さんが僕のところに来ていいよって言ってくれたから、そこでやることも一応できるんですね。ただ時間はかかるよって言われてます。それが1ヶ月後なのか2ヶ月後なのか、1、2ヶ月後ならまだ早い方なんですけど、まあ、もしかしたら還付は半年後に、さらに半年待つことになるかもしれません。イミグレ来たんですけど、タックスクリアランスのために必要な出国手続きの紙がなくて、モントキアラのハタマスのイミグレ行ったらそこでも発行してもらえず、フトラジャヤにもイミグレあったから来たんですけど、今日中に発行してもらえるわけじゃなく、来週また来てって言われました。全然終わらない、書類が遅すぎる。では2つ目の重大発表します。現地採用あるあるなんですけど、私普通に解雇になりそうです。基本的に成績が悪い状態が3ヶ月続くと解雇になるんですけど、日本語カスタマーサポートが顕著なんですよ。でも私たちのようにちょっと英語を使うカスタマーサポートでも成績が悪いと解雇になるし、英語力が足りないと他のプロジェクトに移動っていうのが普通に起きてます。入社するときに英語面接があって、英語レベルのテストもあるんですけど、入社した後の方が大事で、入社した後にこの人英語全然喋れないじゃんってなると、あなたちょっと申し訳ないんですけど他のプロジェクト行ってくださいってなります。で、現地採用のちょっとね、これも不思議なところなんですけど、前々から思っていて、真面目な人ほど損をするんですね。そういう仕組みになってます。何が言いたいかっていうと、皆さん解雇じゃなくても退職をしたいって思ったことってあると思うんですけど、2ヶ月前通知とか3ヶ月前通知ってあると思うんですね。これは日本でもありますよね。退職をしたいんだったら3ヶ月前までに言ってくださいみたいな契約書に書いてあると思います。その場合はマレーシアでは3ヶ月前に言わないと罰金を払うことになります。例えば、すいません、1週間後に退職したいですってなった場合、どうしてももう1週間後に日本に帰らなきゃいけない。そうすると3ヶ月前通知っていうのが守られませんよね。ですので3ヶ月分の給料を会社に払って退職をするっていうペナルティーになります。例えば今の給料が1万だとする、1万リンギットだとしたら90万円払って退職をするっていうことになります。これは本当に払うことになります。で、研修期間はちょっと変わるんですけど、研修期間の場合はだいたい1ヶ月前通知になるので、まあ、1ヶ月分の給料っていう感じですかね。ただね、もともとマレーシアにいた人と新規でマレーシアに来た人で、ホテル代とかビザ代とか荷物の飛行機代とか、もともとリリースレターで転職した人と比べて新規でマレーシアに来た人の方がペナルティという罰金が加算されるっていうことが多いです。それを払って初めて退職ができます。でもこのペナルティも一応交渉はできるので、ちょっと安くしてくださいみたいなことを言って辞める人がほとんどだと思います。契約書をよく見てください。退職するときは3ヶ月前に言わなきゃいけないのかって言ってちょっと負担が大きいと思いきや、会社側があなたを解雇しますっていうときも3ヶ月前に通知をしなきゃいけない、お互い平等っていう感じなんですね。あなたが3ヶ月前に退職の意思を言うってことは、会社側ももし解雇にする場合は3ヶ月前に言わなくてはいけないっていうお互い様の契約になってます。ということは何が発生するかっていうと、あなたも成績が悪くて必要ありません、今日で退職してくださいってなった場合は、残り3ヶ月分の給料を支払って会社はあなたを退職させるんですね、解雇させるんですね。90万円の給料を受け取った上で解雇という形になります。ただちょっとラッキーって思った方、解雇になった場合次の転職先にはやはりダメージが大きいので、自分のためにはあまりになりません。プロジェクトがなくなったっていうんだったらまだいいんですけど、自分の成績が悪くてそのクライアントさんから求められてる成績を3ヶ月も4ヶ月もキープできなかった、落としてしまったっていうことになるので、
転職するときは相当厳しいと思ってください。で、私のプロジェクトもそうなんですけど、他のプロジェクトだろうが一緒なんですね。あ、じゃあこの会社、このプロジェクト解雇になりやすいんだったら他行こうみたいな、この会社だけ避けとけば大丈夫みたいなことではないです。そういう話ではないです。どこのプロジェクトに行こうが成績は厳しいし、解雇になる人は普通にいます。この前のコンテンツチェックの仕事をしている時に、元々の同僚とたまたますれ違ったんですけど、マレーシアに4年いますが4回解雇になりましたって言ってましたね。しかもその人が成績が悪いわけじゃなく、普通にプロジェクトがなくなったから、もう4年の間に4回解雇になったって言ってました。で、せっかくなので転職の時の話をするんですけど、転職って2パターンあります。リリースレターが発行されて、マレーシア国内にいながらそのまま全ての手続きを終わらせて転職をする人たちと、リリースレターが出ないから一時帰国してビザキャンセルをして、新規のビザで、新しい会社のビザで入国する、この2パターンがあります。で、せっかくなので、こちらコメントいただいた視聴者さんの内容にもお答えしようと思うんですけど、入社するときは必ず自分の最終学歴の成績証明書と卒業証明書が英語で必要になります。なんかいくらかお金払った気もするんですけど、とりあえず自分の最終学歴の学生課みたいなところに問い合わせをして、卒業生なんですけど成績証明書と卒業証明書をくださいっていう風に問い合わせをします。で、転職するたんびに毎回必要かっていうと、原本は取っておきますけど、毎回写真だけ送ればいいので、私はマレーシアに移住するとき取り寄せた1回限りで、住民票みたいに3ヶ月しか使えませんみたいなことはないと思ってるので、1回だけ取り寄せて、あとはもうその写真だけを送ってます。一応原本も今持ってますけど、何かあった時のために原本もありますけど、毎回取り直したりはしてないです。で、過去私もですね、ビザがなかなか降りず、新規のビザがなかなか降りず、一時帰国が半年間っていうことがあったんですね。その間にパスポートが切れて、パスポートの取り直しをしたから、結局さらに1ヶ月ぐらい伸びてみたいなことがあったんですけど、その時の状況によってビザの降りる速さって全然違います。転職エージェントさんにだいたい3週間で降りますよって言われても、あんまりそれを鵜呑みにしないでください。その人のその時の状況によって、全く新しい会社に入社できる時期っていうのは、いざやってみないとわからないことです。だから不安になると思うんですけど、私がよく聞く話では、リリースレターがある人の方が半年間無収入のまま新しい会社に入れず、時間がかかったってよく聞きます。前の時そうだったんですけど、新規のビザで入国した方が1ヶ月後には新しい会社に入社できた。でも、リリースレターが発行される方がありがたいってみんな思ってると思うんですけど、むしろブラック企業がリリースレターを発行しないみたいな、勝手なそういうイメージが今ついてしまってますが、ほとんどの会社が今リリースレターなんて発行しませんので、10% から 20% くらいの人がリリースレターありの転職だと勝手に思っています。その場合の方が時間がかかるんですね。マレーシアから出国できない、旅行とかもできないですし、6ヶ月間ぐらい無収入になる覚悟があるんだったら、リリースレターありの転職でもいいかと思います。とはいえ、私みたいに一時帰国したけど新しいビザがなかなか発行されず、日本で半年間待たされたっていうことも実例としてありますので、一概には何とも言えないです。でも日本にいたら、私はリゾートバイトって言って、まあいろんなホテルのね、温泉地の仕事ができたので、収入は得ることができたんですよ。あと歯医者に行ったりとか美容院に行ったりとか、日本だったらしやすかったので、マレーシアで待機して何もできない状態、仕事がない状態みたいな不安な状態の友達を見てると、私は日本に一時帰国して新規ビザを待つ方が良かったなって思います。で、だいぶね、話は逸れてるんですけど、重大発表の2つ目は、私が今解雇になりそうっていう話ですね。私このプロジェクトについて、すごいなんか今まで動画でいいところを褒めてたりしたし、働きやすいと思うんですよ。他のプロジェクトよりもいいとは思います。でも、もっともっと働きやすい場所とか、給料が高い場所ももちろんありますし、解雇になっちゃったらもう元も子もないわけですよね。それはもうみんな成績基準っていうのは平等なので仕方ないです。カスタマーサポートってやっぱり向き不向きがあるし、これってなんか全然私だけじゃなくて、すごい丁寧な対応している人
が近くにいてもその人でさえ、まあ、CSAT とか DSAT のお客様アンケートがあんまり芳しくない、50点ぐらいしか取れてないっていう人も普通にいますし、みんな運だったりするし、 CSAT DSAT はどの人もね、100人いたら100人みんなね難しいと思うんですよ。でも3ヶ月連続それを落としてしまうと、それがもう解雇の首の皮1枚でつながってる状態になります。大体の場合がこの月は取れて、次の月は落として、でまた次の月は取れてみたいな、そういうなんか感じだから、ギリギリ解雇にならない人の方が多いんですけど、連続で3ヶ月っていうのが危険な信号です。でこの前ちょうど所得税の話とかしましたけど、1月に転職をした場合はまた非居住者として私の場合多分扱われるんですね。リリースレターがないので、一時帰国をして1月とか2月に新しい会社に入った場合はまた非居住者として 30% 引かれることになるんですけど、6月とか7月に払い終わった後、年末の12月までは所得税がゼロなので、そういう面も含めたら転職もありかなってだんだん思ってきて、ちょっと今受け始めているところです。もちろん解雇にならないんだったらこのまま頑張って続けたいんですけど、でもどうせ転職するんだったらちょっと今ネックだなって思ってることがカバーできる会社にいい会社にしたいなって思ったりもするじゃないですか。って感じで今いろんな会社を受け始めていて、サイバージャヤってそんなに会社がいっぱいあるわけじゃない。で今大量募集しているペナンの旅行関係、まあ同じようなね、ホテルカスタマーサポート、航空券チケットのカスタマーサポートだからペナンもいいなとは思うんですけど、ペナンも引っ越したところでまた同じように新規プロジェクトだし、急になんか人がいらなくなったからって言って、成績悪いからって言って解雇が始まるっていう、今のプロジェクトと同じような二の舞を受けたくないんですよ。ペナンでそれこそ解雇になったら次の仕事ってどうしたらいいんだろう、またクアラルンプールに戻ってくるのかなっていう負担も大きかったりするので、今ただでさえサイバージャヤからクアラルンプールに通うのがちょっと大変だからギリギリの感じだなと思っているぐらいなので、一度ペナンに引っ越しちゃうと余計大変なんですよね。っていう感じで今日の動画は長くなりそうなのでこの辺で終わりにするんですけど、またこの日記みたいな私のね動画を、いろんな問題がね、いろんなトラブルとかいろんな問題が起こる日記みたいな動画もよくこういう風に配信してますので、よかったらまた興味がある方はご覧ください。では今日も一日お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。